事務所が入っている名称会館、公益財団法人日本宗教連盟は、日本の財団法人、日本における宗教団体総合の連絡、宗教文化の交流、さらに世界平和への貢献を目的とする。略称は非創連事務所は、東京都港区芝公園の名称会館内に、所在する。日本宗教連盟は、教派神道連合会、財団法人全日本仏教会、 日本キリスト教連合会、神社本庁、財団法人新日本宗教団体連合会及び、その他の団体との親密な提携によって、日本国憲法が規定する、信教自由と、政教分離の精神のもとに、宗教文化の振興を図り、道義に基づく文化日本の建設に寄与し、もって、世界平和の確立に貢献することを、目的としている。 主な事業は、宗教協会事業への協力、宗教と税制シンポジウムの開催、意見書、要望書などの声明文の発表、各種審議会や各種式典への関係者出席、年間、日、総連通信の発行など、翌3体制のもと、戦争協力のため1944年9月29日に結成された前身である、第2本戦時宗教報告会が解体し、 1945年10月21日に日本宗教会が発足、さらに1946年6月2日に日本宗教会が改まり、日本宗教連盟が結成され、法人登記された。所管は文部科学省文化庁文化部集務課。日本宗教連盟は教派新党連合会、財団法人全日本仏教会、 日本キリスト教連合会、神社本庁、財団法人新日本宗教団体連合会の後、団体を共産者としている、理事3月1日現在。は、各共産者から推薦されたものと、その理事全員に推薦された、学識経験者が務める。理事は、理事会を組織して、法人の業務を議決、執行する。理事長は、理事のご選で定められる、通例 各共産者から推薦された5名の理事が1年交代で務める。法人の事務を処理するため事務局が置かれる。事務局は各共産者から推薦された幹事と主事その他の職員から構成される。事務局長は理事長を推薦した団体と同じ団体から推薦された幹事が務めている。また、共産者から推薦された者及び学識経験者を参議とし、 参議は参議会を組織する。参議会は共産者が推薦したものの中から幹事を選任する。ほか、理事会の諮問に応じ、理事長に助言する。幹事は、法人の財産の状況、理事の業務執行の状況などを監査する。このほか、理事会が推薦したものの中から、理事長が顧問を委嘱し、理事長の諮問に応じる。ありがとうございます。